チャップ。はい、またお願いします。ね、で同級生とか、はい、いろいろこう前後にスーパースターいるよな。いや、もう同級生すごいですね。もう一番最初に名前が上がるのは同級生誰？やっぱり坂本勇人じゃないですか。おお、俺坂本おじさんって呼ばれてるし。なんでですか、なんでですか。あ、こいつはね、俺のね動画見てないよ。え、どういうことですか。俺がどれだけ坂本を愛してるか。え、見て、え、どれだろう。これキュンです。これ知ってるよな。キュンですは やりますよ。やるよね、はい、坂本おじさんって言われてるんだよ。そのぐらい坂本をこう応援してるし、はい、大好きな選手、はいはいはい、だからあいつには3000本打ってほしい、はいはい、ね、打ってほしいと思うし。で、同級生、まあ、一回コラボしてるよな。してます。で、俺の知らない坂本勇人、うん、はい、丸々選手をすっぱかだかにするという企画で、ほう、剛の知ってる坂本勇人を教えてほしいという。はあ、あいつがさ、結婚しないのはなぜだ。でも、知ってるやろ。いやいやいや、でも、結婚は、お前、目が泳ぎ出したぞ。違う、でも、結婚したいなっていう言葉を聞いたこと一回もないですね、ハヤトから。ああ、そう。はい、一回も聞いたことないですね。剛はどちらかというと、早く結婚したいタイプだ。僕は、プロ入った時に、一軍にちょうど出始めた時に、結婚せん方がええなと思ったんですよ、最初。寄ってくるから。あ、なんか寄ってくるっていうか、まあ、これ結婚してる先輩たちを見て、うわ、これ結婚したらこれやばいぞと思って。まあ、結婚した瞬間から離婚っていうのが分かるからね。まあ、そうですね、うん、なので結婚してその奥さんが厳しかったりとかしたら野球に支障が出そうと思って、僕は結婚すごいあれしたくはなかったの。したくないななんて思ってたんですよ、うん、20ちょうど5とか6ぐらいの時ですね、うんうん、でもなんか結婚したら活躍するみたいな選手が結構出てきて。まあ、いるよね、はい、だから僕はそれを見た時に、あ、俺も結婚したらこうグンっていくかもしれないと思って、うん、結婚願望芽生えたんですけど。まあ、結構単純だね、はい、めちゃくちゃ単純ですそう、はい、でも結局そうですね、最後だから2020年戦力外になった年に結婚したんですよ結局。これはどういうふうに俺が答えていいのか分からないぐらい。全然突っ込んでもらっていいんですけど。本当に、はい、でも幸せだろ。でももう全然十分幸せ。それが一番だ、はい、野球ができたから幸せだっていうことはないからね。いや、まあそうですね。お金があるからお金に悩む人だっているわけだから、はい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 、ね、はい、だからそれが何が幸せかっていうのは分からない、はい、ただ坂本勇人はなぜ結婚しないんだっていう質問から。それは僕もなんでお前の結婚話やねん。いや、そうですね、隼人の結婚ですね。なんでしないのかっていう。いや、まあ、ほんと簡単に言ったら、まあ、選びたい放題じゃないですか、隼人は。確かに。いや、そういう状況を見てるわけね。選びたい放題。いや、それはもう、僕も何回も飲みたことあるんで、隼人とは。隼人の飲み方、綺麗だよな。全然綺麗です。ただ、めちゃめちゃ酒強いですよ。いや、違う。もう、びっくりするぐらい酒強いんで、うん、もう僕は、隼人と飲むときは、ペパリーで2本ぐらい飲んでいきます。はい、もう、これ死ぬと思って。そう、はい、いや、飲むんだったらもうとことん飲むタイプか。そうですね。で、野球の話もするだろ。はい、どうですか、うん、いや、飲みの席で野球の話一回もしたことないです。プライベートでは野球の話はしたことある。いや、それ真面目な話はしないのか。あの、球場で会うときはちょっと話とかしますけど、うん、え、どういう話になるの。野球の話ですか。僕が結局もう質問攻めです。え、どう、例えばどういうものを隼人に聞きたかったの。僕はその、隼人とどっちかって言ったらゴルフスイングみたいなスイングするじゃないですか、うん、下から。そうそうえ、あれって どういう意識なのみたいな、うん、聞いたりとか。まあ、今のその技術的に言えばフライボール革命とか、はいはいはい、まあ、それに近いような理論だよね、はい、それは彼は何て言ってた。だからもう、あの、できるだけ面をこう返したくないみたいな。ずっと絶対ヘッドはほっといても返るから、うん、自分の意思で返さないみたいな。ずっともう面がこうずっとセンターに向いていくようなイメージで打っていくっていうようなことを言ってたんですよ。で、実際僕の YouTube でもそれを言ってくれて、うん、めちゃくちゃバズったんですけど。それは何、自分で取り入れなかったの。いや、僕引退して YouTube で初めて聞いたんですよ、これ。いやいやでもそれグラウンドで聞いてたわけだろ。あ、グラウンドで聞いた時は そこまで詳しくは言ってなかったんですよ。ボールの内側に入れるっていう感覚だったんで、うんうん、で、僕もそれやったんですけど、もう僕ヘッド落ちまくってファールしかならなくて、うん、僕がやってたら。でも150キロ超えるストレートでもうそれでガーンって打ち返すから、これ何なんだろうなっていう疑問がずっとありました。剛はさ、握力弱い。え、でも50ぐらいですかね。右は、右は60ぐらいです。ちょっと弱いかも。弱いですか、うん、俺72あったから。それもリンゴ潰せるレベルじゃないですか。あ、潰せた、柔らかいやつだった、ね、はい。
まあ、柔らかいやつだったら誰でも潰せるからまあ多少その中間的な硬さはね、はいはいはい、潰せたけど、はい、えで何プライベートでどんな遊びしたの、飲みとかじゃなくても何かあったの。一回僕はそれこそ隼人と年末ですね USJ 行きました。カウントダウン大人数 で男20人ぐらいで行きましたよ。女性はいい、もうゼロです。本当かよ、これ本当なんですよ、これ本当ゼロ。プロ野球選手20人いや違います、もう隼人の方が高校の同級生とか地元の友達とかで、僕とで、あと誰がいたかな。プロ野球選手は僕と隼人だけです。あとはもう本当もう昔のからの仲間みたいな感じで行って、で USJ でその乗り物の待ってる時に、僕らはね USJ 行った時に並ばなくてもいいチケットもらったんですよ、うん、その全部こうスルーしていけるみたいなやつもらって、うん、で並んでる時にその乗り物乗る前に店員が号泣してるんですよ、ファイアトミもう大号泣してるんですよ、もうめちゃくちゃファンですみたいな、もうこんなとこで会えると思いませんでしたって女の子がもう大号泣してて、で、まあ、隼人もありがとうみたいな感じでやってあげてて、その後ポッと僕の方を振り向いて2秒ぐらいでもうスッてもう行けましたね俺の顔知らんのかいみたいなめっちゃ隼人に号泣して、もううわーってやって僕の顔パッて見てスッてするシーンだった。いやあのさフライデー事件あるよな、はい、鉄道との、はい、あの時鉄道ね、フライデーに取られて、はい、剛目隠しされてたよね。だからこれ、ね、あれ何なんだろう。じゃあこれ聞いて言っていいですか、うん、いいよ。あれ球団に写真最初来たんですよ、これ出ますよって僕とテスト呼ばれてマネージャーで、うん、で写真見た時にテストと僕顔出てたんですよ、うん、で女の子にだけは入ってたんですよ、うん、目隠しは、うん、で、お、出るんだ。で僕その時独身だし、あの彼女もいないし、うん、フライデーに乗れるとかこんな名誉なことはないと思って僕母親に電話したんですよ。まあ何でもそうだよな、はい、あの目立つっていうことは嬉しいことだよな。嬉しかったんですよ。うわめっちゃマジかってなってナイスと思ったんです。むしろで母親に電話してもう出るから買ってくれとフライデーを。で当日ですよ、クラブハウス着いたら誰かがもうそのやつをでっかく拡大してホワイトボードにガーンって立って僕ビシャー言っててもう恥ずかしくて恥ずかしくて、ほんでそれこそその日巨人戦やったんですよ、ハヤトですよ、お前やばいでこれはとか言ってもうずっとこんなん入っててとか言って、もうめっちゃもうめちゃくちゃ値段されて、もう最悪です。そりゃ最悪やな。もう一応お前プロ野球選手やで。いやそうですよ、山田の知人っていうことになって僕が山田の先輩なのね、山田の知人ってなってもう知人男性 A みたいになって、まあ、珍しいよな。例えば世の中の人って絶対目隠ししてくれって言うんだけど、はい、お前目隠し取ってくれって言う。いや僕は本当取ってくれって思いましたね何やってるんですかって思いましたね。その山田哲人、坂本と同じようなタイプじゃない。はい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 、ね、はい、隼人と哲人の違いって何。違い、例えば2000本打つ到達するスピードっていうのは隼人すごいし、はいはい、テストはトリプルスリーを3回やってるとか、はい、代表的な選手じゃない、2人とも。でも同じようなタイプっちゃタイプ。そうですね。何がどう違う。野球ですか、うん、野球もそうだし性格的にもそうだし、言えば坂本隼人の方がなんか大きな存在になってる、はいはい、まあ、年齢的にもカリスマ性があるんで、そうそうそう、はい、なんで哲人はそこまでないのかっていうさ。いや僕が思うのは哲人とかも髪型とかあんま気にしてないでしょ、全然。なんかずっとあいつ同じ髪型してないですか哲人に。僕言ったことありますもん、お前髪型変えたらって哲人に、哲人に言ったことあるんですよ。アフロ、いやアフロはないですけどなんかもっとこう髪型変えてみたらみたいな、いや僕はこれでいいんですずっと言い張るから、うん、そっか、もうそれ以上僕は何も言えなかったんですけど、どっちかといったらアニメが好きとかアニメの本とかよく見たゲーマーとか、意外とそういう一面がありますよ。テストは隼人はそういう、隼人はどこ分かんないですけど、あんまりイメージ分からないよね。分からないじゃないですか、アニメ好きとかって。テスト結構アニメ好きですね。だからいつも遠征とかで行ってもあの iPad でアニメばっか見てるんですよ。アニメ、はい、テスト。コスプレはしないよね。それはしないです。あ、そういうアニメじゃないですよ。あ、そういうことじゃない。いや何その一緒に飲みに行ったことあるでしょ。あ、もちろんあります、あります。で飲み方としたらどうなの。飲み方はあんま飲まないですからね、テストは。バカバカバカ。そうだよな、はい、全然飲まないです。飲んだ風にしてるよね、はい、テストは飲みに行ってもやっぱりそこでもゲームです。人生ゲームしたりとか。あ、
確かに。わ かります。いやいや、俺も店やってたじゃん。はいはいはい。で、テストもハヤトも来てくれたんだけど、はいはい、確かにテストはいろんなゲームをしてた。ゲームやってますよね。みんなと一緒に、はいはいはい、わーっと騒ぐタイプじゃなくて。じゃないんですよ。ハヤトの方はバーン騒いでた。はいはいはい。だからそこは違いますよね。ああ、そうか。はい。だから僕はテストのみ行った時とかは人生ゲームとかしたりとかで、僕人生ゲームとか分かんないから、おい、もう誰か盛り上げろよってずっと思いながら確かにな地味にやってるよね。そうなんですよ、やってますよね。やってるやってる、はい、なんか静かな回ですよね。だからやっぱ性格的にテストはまあ陽だとしたら陰の方か。あ、まあ、どっちかといえばどっちか、こう、はい、隼人と比べると。はい、隼人と比べると。ああ、そうか、はい、まあそこら辺がこうアピールというか、うん、いまいち目立ってこないところなんかな。まあ、テツとかね、うん、ハヤトはもうなんかもう、なんだろう、もう顔みたいな存在感があるじゃないですか。プロ野球っていう感じだよね。巨人でもちろんありますけど、うん、プロ野球ではもうショートといったらって言ったらもう坂本っていう感じじゃないですか。そこら辺がやっぱカリスマ性があるんですかね。やっぱあるんだろうな。天才感、あのハヤトは切れるような金がスパーンといけるよね。いやー、まあテツも行くけどな、金があるから。まあまあ、でも僕はもう絶対怒らしたことはないですけどね、5億円プレイヤーは、ね。もう僕はもう2000万ちょっとでしたけど、払うっつって僕払ってました。おごってやるって、はい、で引退してテストとご飯行ったんですよ。で最後お会計で僕がお金払うとしたら、もう一般人は払わなくていいですって言われました。かっこいい、ね、もうパンピーは払わなくていいです、僕はもう今までたっぷりやってもらったんで、もう僕は払いますっつって。ああ、でもそこら辺は嬉しいよな。はい、気持ちよかったですね。偉いよな。はい。ああ、じゃあテストも切れるじゃん。はい、テストは結構あれですよ、もうテストも要は気遣いなんですよ。自分がもう突き抜けちゃってるから、うんうん、あんまり先輩と言って怒らすのも多分申し訳ないっていう気持ちがあるから、うんうん、彼はだから後輩とか裏方さんとかしか鉄に行かないんですよ、一緒に。うん、裏方さんとはよく来てたね。はい、行ってますよね。うんうん、だからもう僕は現役時代でも僕が払うとしたら、いや僕も払いますって、こんなでっけえ財布からガーンって持ってきて、はい、いいっつってやってましたけど。かっこいいな、はい、なるほど、はい。